日本語コンテペイ日本語コンテペイ,テペイ子供と一緒に行ってます日本語コンテペイの時間ですねみんなさん元気ですか今日は悪について悪悪い人たちはいはいはいみなさんこんにちは日本語コンテペイの時間ですね、えー、今日はちょっと難しいトピック 悪についてです、ね、悪悪い人、はい、悪いこと悪いことをする人、ね、悪まあ善と悪という言葉がありますね善というのはいいことあのいいことをする人、まあ、善人とか言いますねいいことをする人悪 悪い,こと悪いことをする人悪人とか言いますね、はい、善人と悪人、ね、あのフィクションとかまあ漫画とかまあもちろんニュースとかいろいろなところでその悪いことをした人たちその悪人の話を聞きますよね聞いたり見たりしますよね。 ちょっとあの現実だとちょっとあの話しにくくなってしまうので、まあ、じゃあ漫画にしましょうねとりあえず漫画の話にしましょう漫画の話にすると話しやすいですからねえ漫画の中にいろいろな悪いキャラクターが出てきますねで悪いことをしますねでその理由ですよねなぜその人はそんな悪いことをしたのかでこの理由がうまく書かれてる時とうまく書かれてない時がありますよね で今日僕が話したいのはじゃあ理由があったら悪いことをしていいのかということですねまあ理由がうまく書かれている時漫画の中であるキャラクターがすごく悪い人になってますよね悪ですね、まあ、悪になってるでそこで理由が書かれていますその理由はまあ子どもの時のいろいろなあの状況とか悪いトラウマとかいろいろな理由であの人を憎むようになってるわけですよね でその結果は全然関係ない人をあの殺したりとかしているでまあ主人公たちはいつも怒りますなぜお前は自分のそんな個人的なことで関係のない人たちを殺したりするんだ僕もその通りだと思いますよねその通りだと思いますお前の大変なこととあのその今あのお前が殺した人たち関係ないでしょそういうふうに僕も思います でもまああの例えばですね漫画の中には本当にその悪になった人が本当に悪いことがありすぎたいわゆるまあジョーカーみたいな状態になってる本当に悪いことがありすぎたからこれはほんの少しかもしれないけど正当化できるんじゃないですかこの悪人はかわいそうな人ですよまあそう思わせるために、まあ、たくさんのその悪に悪の過去ですよね その悪人が昔どれだけひどい目にあったかというのをたくさんたくさんたくさん書くんですよたくさんたくさん説明するんですじゃあその悪人が本当にそのまあ彼がやっていることを正当化できるほどまあかわいそうな目に合わせてねじゃあ正当化できるのかということですよね。結局ははですね僕は思うにまあ はっきり言ってまあそれを続けたところで状況は変わらないというかじゃあ誰かが何かをする時にその納得ができる、ね、理由があればそれをしていいのか、まあ、そういう話になってしまうでしょう。じゃあ結局僕たちの生きている世界はそ,そういうなんか 納得ができる理由で殺されるみたいなことが許されていいんですかまあ、そういうことですだから頭で考えすぎると理由理由理由となってじゃあ理由があれば悪いことをしていいですかまあ、そういう風うになってしまうで、なんとなくこの法律の世界ですからねこの世界ではまあ、理由があればいいみたいなことになってますね。でも理由があれば本当にいい 漫画ととかフィクションの場合は理由を作ろうとしますよねで。現実の世界でも人々はいつも理由を作ります後でね後で理由をつけるんですよね。例えばあの誰かが人を殺した「なぜですか?」と言われたら「いや実は昔こういうことがあってこう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 で」。まあそうやってもちろん言い訳をしますよね。で言い訳をして言い訳があの少しその。 人々の感情に影響ししたりしますよねああこの人はかわいそうな人だかわいそうな人だからこんなことをしてしまったかもしれないまあそういうふうに納得しようとするでもそも,そもそもですよそもそもあの誰かが何か悪いことをした時に必ず聞かれますよねなぜこれをしましたかそしてその人はやっぱりそれを考えてうんなぜしたんだろうで理由を探しますよもしくは理由を作りますよ でもそんなことをして結局次の犯罪は防げますか、ね、未来の犯罪は少なくなりますかもちろんその作業は大事だと思いますよ。なぜそれをしたかそうやって自分のやったことを見つめ直してね考えるのは大事ですよ。でもそれが防いでますか次の別の人違う人の違う犯罪を防いでるかというと防いでないですよね。 なんかここがすごくこう、まあ。歯がゆい。ね、なかなか。こう悪いことがなくならない理由ですよ、ね。関係が、関係、人間は関係を探すけど、関係性を探すけど。関係ないことは防げないんです、ね。まあ、関係があるように思いたいけど、関係ないんですよね。はい。例えば、昨日アメリカのニューヨークで起こった犯罪と。ええ、十年後に。 えー、ブラジルのサンパウロで起こるあの犯罪は関係性がないんですよ人類として学んで人類としてもうこれがないように,起こないように努力しようとしても、まあ、同じようなことは起こる起こるんですよ関係ないから人間は全て人間はっていうふうに僕たち共同体として人間はというふうに考えたいけど まあ、そんななにシンプルじゃないですよね人間としてレガシーのようにねあこういうケースがありますじゃあこういうことがもう起こらないようにしましょうと言ってももうすぐ起こってるんですよ次の日には別の事件が。でそれぞれのケースはあまりに複雑で、まあ、説明できるけどできないできないけどできるみたいなもう説明が本当に難しいでしょう。 だから同じような悪が生悪人が悪悪事を働く悪事を働くといいますね悪に手を染める、まあ、いろいろな言葉がある悪いことが起こるんですよ。誰かがどこかであの殺されたり殴られたり刺されたりするわけですよ。でそういうのを防げないんです。 で漫画ではね、あの、他のアプローチがある。漫画でそういう悪を、本当にもうどうしようもない、手のつけられない、説明できないような悪を、もうバグとして説明します。バグ。いわゆる生まれた時から何かがおかしくて、もう悪人なんですね。もうしょうがないみたいな。で、そういう悪人はどうするべきか。もう倒すしかないみたいな。まあ、そういう状態。この世界ではあんまりちょっとこう、受け入れられないようなアイデアですよね。 もうこの人は悪,悪すぎてもうしょうがないんです。もういなくなるしかない。ね、まあいわゆる漫画ではよくあるでしょう。本当にもう悪魔みたいな存在でもう助けられないんですね。もうその人は死ぬしかないみたいなそういう状態なんです、ね。でも現実ではそれができないんですよね。なぜかというと人間だから。人間は人間を信じたいんですよ。どれだけ悪人でもあの理由があると思うし助けられると思いたいんですよね。 だから苦しむでたくさんの人たちがその悪のためにもっと苦しむことになってしまうまあこれが結局は死刑をするべきかしないべきかみたいなことになりますよねやっぱりその人間は人間の人間の存在をこれは何かの間違いでこの人は生まれてこない方来ない方が良かったと認めたくないんですよね。 僕はここで言いたいのはそれを認めるべきかとか認めないべきかという話ではないですじゃあ僕たちはどうすればいいの、うん、どうすればいいと思いますか皆さんどうすれば悪がいなくなる悪を対処できる悪が目の前にいるときどうすればいいの、うん、この人は病気ですと言ってどこかに閉じ込めればいいですかはい それれとともこの人は病気ででですすすす言ってもう殺せばいいですかどうすればいいいいかかどう悪悪を理解して理解すればその悪がなくなりますか、ね、漫画ではまあ諦めてその悪を滅ぼしたりそれとも諦めずにあの頑張って頑張って悪をこう諭そうとしたりね諭すっていうのはこうなんかこう悪い人をいい人にしようとするということですね。悟して まあ、ベジータみたいなねドラゴンボールのベジータみたいにすごく悪いやつだったのが仲間になったりねあのいい人になったりするでしょでそういうことが現実でありえますよねあるんですけどあるケースとないケースがありますよねはいそのないケースはどうしますかっていうことですよねベジータみたいな人は、まあ、幸運ですでもベジータになれないね人がいるでしょ 漫画,漫画でもいますよねもう本当にもう手のつけられない悪じゃ手のつけられない悪をこの世界にでどうすればいいどうしますか、ね、これがね人間だから諦めないんですよねで諦めないんだけどすごくダブルスタンダードなんですよね諦めないけど無理っていうことが分かってるケースがありますよね でそういううい時にどうする表向きはこの人を理解しようとする助けようとするでも裏ではただ閉じ込めてるだけみたいなねまあそういう状況になりますよ、ね、ダブルスタンダードですからあの救いたい助けたいとか言ってるけど全然そのそれが不可能ということがもう分かってるというかもう諦めてるわけですよ諦めざるを得ないような状況日本みたいな国ではそういう人を死刑殺します じゃあ他の国では死刑はない。死刑がなかったら、じゃあどうするか。閉じ込めているだけ。どうするんですか。問題の先延ばし。その人がいつか病気になって、年を取って死ぬまで待っているだけなのか。うん。難しい話ですよね。嫌、はい、な話ですよね。なんかね、この前はおならブーブーブーとか言ってたのに、今日はいきなり死刑の話ですか。 はい、日本語コンテッペはいろいろなトピックを話すことによって皆さんをちょっと刺激しますそれが、あのー、日本語コンテッペのこうスパイスたまにやっぱりこう甘いものたまにおいしいものたまに苦いものたまにまずいものそういうのがありますよねでそういうのをいろいろいつもいつもあの試さないと感覚が麻痺しちゃいますからね 感覚鋭く感受性強くあのこの複雑な世界を生きていくために僕たちに必要なのは何でしょうか何なの今日はたくさんの質問を皆さんにしました考えてみてください何なのなぜどういうこと分かんない僕も分かりませんだから一緒に考えてみましょう考えていきましょうこれからもねというわけでチャオチャオアスタレイまたねまたねまたね